気象台はこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあるため、夕方にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。午前11時半現在、航空各社によりますと、中部空港や県営名古屋空港を発着する空の便は平常通り運航しています。しかし台風が日本海を進んでいるため、北海道を結ぶ一部の便は天候によって欠航したり引き返したりする恐れがある。